エジカ、大統領などを歴任。日本のマスコミなどでは、超音記号廃止ハシミラ・フサンジャニと表記されることが多い。イラン南東部のケルマーン・シューバ・フラマーン出身。父のミールザ・アリーは、ウラマーであり、イランでも、有数の農業主でもあった。1948年、聖火を離れ、シーア派の聖地ゴム氏に赴き、ルホンラー・ホメーニーに支持した。 1950年代初め、ラフサンジャーニーはシャア体制との闘争に初めて入った。当時、彼は国家の独立の強化を主張したモザーテグ博士の熱狂的支持者だった。クーデタによりモザーテグ政権が倒れ、ラフサンジャーニーは当局のブラックリストに入る。1960年代、モハンマドレザーパフラビー体制は経済状態が悪化し、 政治的危機が増大する中、白色革命と呼ばれる社会、経済改革の実施に着手した。改革の中には、ブラマーの権限を犯す者も,もあり、ホメーニーはゴムで放棄したが鎮圧された。放棄の組織者は国外追放され、ラフサンジャーニーを含むホメーニーの弟子たちは倒獄された。ラフサンジャーニーはその後もさらに4回逮捕されている。この時期、19世紀に、 西洋的近代化を唱えたガージャール朝の政治家アミール・キャビールの思想に共鳴し彼の伝記を書いている。また革命までの数年間欧米や日本を訪問した。広島市の平和記念資料館のノートにラフサンジャーニーと思われる記名がある。旅行中、ヤーゼル・アラファーととも会見したことが当局に明らかになり再び投獄された。 1979年のイラン・イスラム革命後、ラフ・サン・ジャーニーは内務省に任命された。この時期、イスラム革命指導者に対するテロ行為が頻繁に起きたが、彼は空手で傍観を撃退したという噂が広まり、人気の上昇につながった。一連のテロ事件により当時の大統領、アリー・ハーメネイが負傷し、ラフ・サン・ジャーニーは、 ハーメネイのテヘラン金曜礼拝同士の座を占めることとなった。テヘラン金曜礼拝での説教は、大統領職にあるものが裏マーである場合、大統領が行うものであり、政府公式声明の意味を持った。このためテヘラン大学で講義され、新聞紙に必ず掲載され、テレビ及びラジオで放送される。特にこの職務により、ラフサンジャーニーは、 ホメーニーに次ぐ立場を獲得することができた。1980年、ラフサンジャーニーはマジュリス議長の席を占めた。彼は議会をホメーニーの側近グループに次ぐ権力機関に変え、内閣の組閣と首相の任命の際の決定権を収めることができた。1988年5月に行われた第3期議会選挙において、ラフサンジャーニーは、 議会に支持者を大量に送り込み、立場を強化した。弟のマフムードは外務省均等部長となり、モハンマドは大議員に当選、テレビラジオ放送局長になった。また、いとこのホセイン・ハーシェミーは乾燥果物生産者、輸出業者協会を率いた。さらにもう一人の親戚は大議員となり、内務省でポストを得た。イラクとの開戦時、ラフサンジャーリーは、 国防最高会議におけるホメーニーの指摘代理人であり、後に軍最高司令官となった。1988年2月、公益判別会議設置の発議者となった。この会議には、大統領アリー・ハーメネイ、最高裁判所所長アルダビーリー、ホメーニーの息子アフマドラ、恩賢派かつラフサンジャーリーの支持者が入った。新組織は、 国家安全保障問題の最高顧問の役割を担った。1988年7月18日、ホメーニーはイラクとの停戦を受け入れたが、これにはラフサンジャーリーの説得が大きく作用したと言われる。彼は正規軍への並行力としてイスラム革命防衛隊を組織したが、同時に彼らを抑え込むこともできた。百八十九年七月十八日、 ラフサンジャーニーは大統領に選出された。投票総数の95%を集め、イランで最も影響力のある政治家であることを証明した。周囲からは穏健派の現実主義者と考えられており、就任後、この路線を実践に移した。外政では、西側との関係改善のため、アメリカ合衆国との関係正常化が不可欠と考え、対米融和路線を取った。また、 女性の権利拡大も推進、革命初期には禁止されていた音楽や映画の自由も拡大した。しかしながら、対米融和路線や社会的自由化は当然保守派の反感を招き、また、経済状態も期待されたほど改善しなかったことから、一般国民の不満も増大した。1993年、大統領に再選された。1997年8月、 連続3期目を禁じる憲法上の規定に従い、大統領の座をモハンマド・ハータミーに譲った。2005年の大統領選挙に出馬したが、マフムード・アフマディ・ネジャードに敗れた。2009年の大統領選挙では、改革派のミール・ホセイン・ムーサビー候補を支援したと報道された。2009年6月3日、保守強硬派で現職のマフムード・アフマディ・ネジャード。 大統領と改革派のムーサビー元首相の間で行われた直接討論会においてアフマディーネ・ネジャード大統領はムーサビー批判の中で彼の背後にはラフサンジャーニーがいると指摘しラフサンジャーニーとその親族、側近らの腐敗を名指しして非難彼らは手ぶらで来て大金持ちになったムーサビー主が勝てばその特権主義が継承されると語った ラフサンジャーニーとその親族、側近らの腐敗は国民の間で囁かれてきたという。2013年の大統領選挙に2013年5月11日に立候補を届け出たが、監督者評議会の事前審査で失格となった。2017年1月8日、心臓発作によりテヘラン市内の病院で死去。82歳ボー最大2男3女を有する。 良き家庭人との評判がある。ラフサンジャーニーの資金源は、農場からの収入と不動産である。長男のモフセンラフサンジャーニーは、テヘランメトロの代表であったが、アフマディーネ・ネジャード政権が政治的動機で国会で承認された、テヘランメトロの予算を執行しなかったとして、2011年3月4日に、同職を辞任した。次男のメフディー・ラフサンジャーニーは2009年以降、 イギリスで暮らしているが、反政府活動を行ったとして逮捕状が出されている。次女のファーエーゼ・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーは改革派の政治家として知られる。ありがとうございます。